サンモール一番街入り口小樽サンモール一番街は、北海道小樽市稲穂にある商店街で、かつては、稲穂第一大通りと呼ばれていた。1917年に、いろな用通りから、河野五福店が移転してきたのを皮切りに、1918年に、大国屋が富山から進出し、1923年に、いろな用通りから丸い米が移転するなど後に、 百貨店となる有力五福店三店が相次いで進出し、大正時代には小樽のショッピングの中心地としての地位を確立した。1934年に大国屋が小樽で最初の百貨店となったのを川切りのこれら三店の百貨店化が進み、1955年に河野五福店がニューギンザ百貨店として百貨店となると、 市内の三大百貨店すべてが揃う小樽を代表する商店街として1974年頃までは大いに繁栄した。しかし、1975年4月に小樽駅前に長崎屋を各店舗とするショッピングセンターサンポートが既存の三百貨店の2倍くらいの店舗面積でオープンして開店1ヶ月で、 市内の人口の1.5倍となる30万人を集めて順調な売り上げを上げて既存の商店街の顧客を奪ったため売り上げは減少傾向に転じた。これに対抗するため1982年に再開発準備組合が結成されその議論の結果としてニュー銀座百貨店と旧北海ホテルを中心として再開発が行い 丸井米と小樽グランドホテルを核とする施設が建設されることになり、1988年にニューギンザ百貨店が閉店し、その開発を担う小樽開発が設立された。この再開発ビルは、第一期の A 棟が1990年9月にオープンし、小樽グランドホテルと丸井米が拡張移転し、同時に開閉式アーケードを整備して、 新生おタルサンモール一番街が誕生した。そして、翌年の1992年には、旧丸井迷子を再開発した、ファッションビル、丸井丸さも開業し、周辺の花園銀座商店街や都通り商店街を、含む、中心市街地の商店街全体の歩行者、通行量が著しく増え、この再開発は一旦成功しかけた。しかし、 この丸い米の成功の煽りを受けて、1993年4月に、大国屋がに採算の悪化を理由に86年の歴史に、終止符を打ち閉店して、丸い米グループのみが、地区の大型店となり、集客力が落ち始めた。そして1999年3月11日に、小樽築港駅の近くに、約5000台の無料駐車場を持ち、 約7倍の売り場面積9万8000平方メートルを誇るマイカルオタルがオープンするなど、郊外型のショッピングセンターの開設が、相次いで競争が激化して、中心市街地の集客力を奪われ、業績不振となった丸い前自体の伊勢丹の支援を受けて、再建の一環として、2005年10月23日に、丸い前オタル店も閉店に追い込まれ、 集客力は一段と低下することとなった。こうした事態を受けて、小樽市も北海道中小企業総合支援センターの補助金を活用したイベントを商店街と共催して集客力の強化を支援し、地元側も丸井米の後の一部を活用して2005年11月18日から専門店街、小樽サンモールネオを開業するなどしたが、 この店舗も2009年2月におたるグランドホテルも閉鎖に追い込まれた翌月の2009年3月23日には閉店に追い込まれて商店街の中心に空きビルが出現し商店街は換算としてしまったこのビルは2010年2月に再建者の申し立てで土地建物の競売開始が決定され2010年4月12日には 再開発を担った小樽開発も倒産したが、旧小樽開発以外に、権利者、知見者が、複数いて、権利関係が複雑なことなども影響し、2010年4月と2011年9月に2回、行われた競売が不調に終わり、2012年1月6日に、札幌地方裁判所は1回目の、約10分の1の買い受け可能価格約6671万円で3回目の、 競売を行うと発表しており空きビルのままとなっていて商店街の真ん中に巨大な空洞が生じてしまっていた最終的には2013年2月に札幌市に本社を置く調剤薬局大手メディカルシステムネットワークの医療福祉系不動産市会社である株式会社日本レーベンが取得し空きビルは解体された跡地には 日本レ霊ンが手掛けるサービス付き高齢者向け住宅に、加え、小樽駅再開病院が2015年12月に移転開業し、現在に至っている。恋愛横丁入り口近年では、地元の小樽商科大学と提携して、学生たちのアイデアや行動力を借り、桜祭りの開会式のテープカット代わりに100人分の海苔巻きをカットしたり、50メートルの流しそうめんを食べる。 イベントを開くなど、ソフト面での対策をとって、集客に努めるとともに、古いレンガ作りの残る街並みを活かして、丸い米の撤退の前年2004年7月14日に、小樽屋台村レンガ横丁を開設したり、地元商人の協力で老舗かなもの店を廃業の、危機から救うなど店舗数の維持、拡大を図っている。 第6回小樽桜祭り2010年5月28日から30日開催。三三サ,サマーモールフェスティバル2010年8月14日から15日開催。ありがとうございます。